東村山の地に根ざし、創業170年余り、この地に愛され続けてきたポールスターは、現在極力食品添加物を使用しないソースや調味料作りに取り組んでいます。1850年、桜井醤油店として醤油醸造から始まり、1977年、醤油を原料とする調味料製造に転換。その時に社名を先駆者や道しるべとなるもの、食文化の先駆者になる願いを込め、ポールスターとしました。以来、ポールスターではソースや調味料の味作りの基本となるスープから自社で製造し、無添加を前提とした商品を作ることにこだわり続け、また商品開発にも力を入れ、お客様の意見やトレンドを取り入れ、個性ある商品作りをしています。ではそんなポールスターの商品は、製造から出荷までどんな流れで作られているのでしょうか。そのソースの製造工程をご紹介します。ポールスターの工場は 6S 整理、整頓、清掃、洗浄、殺菌、しつけを遵守し、清掃は自身の心磨きの場と考え、日々の仕事の中に取り入れています。まずはソースに重要なスープ作りです。スープ専用の高圧釜に玉ねぎ、人参、セロリと12種のスパイスを入れて煮出します。この高圧釜は約120度の高温で1時間かけて煮出し、旨味を抽出しつつ殺菌します。煮出したら専用の仕上げ釜にスープを送ります。酢、砂糖、塩、トマト、さらにスパイスを加えて30分から40分ほど煮込んだら、ウスターソースの完成です。さらに香辛料やリンゴを加えることにより、中濃ソースやとんかつソースに作り分けます。またソース以外の商品は、仕上げ釜に原料を入れて作ります。ソース、調味料が完成したら、分析・検査の工程です。ポールスターは食品安全マネジメントシステムの国際規格である ISO22000 認定工場として、徹底した衛生管理と生産管理を行っています。分析室で製造ロットごとに、ブリックス、糖度、塩分、酸度、pH、粘度、官能検査、菌検査をします。ここで基準をクリアしたものだけが次の工程に進みます。検査を通ったソースは充填ラインで容器詰めされます。打線をした商品は、ライン途中にある金属探知機で金属、重量を一つずつ確認し、不良品はこの時点で外されます。金属探知機を通過した製品にラベルを貼ったら、商品の完成です。最後に商品を箱に梱包します。お店の人が棚に並べやすいように、常にラベルを同じ方向にして梱包していきます。詰め漏れ防止のため、商品を詰め終えた箱の総重量を計測します。詰め終えた商品は安全に倉庫で管理します。いかがでしたでしょうか。ポールスターでは、工場で製造された商品がお客様の手に届くまで、全工程での品質の安全を管理しています。またファクトリーショップでは、作られたばかりの商品を皆様に楽しんでいただけ、B 級グルメとして有名な東村山
黒焼きそばソースもこちらで買うことが可能です。私たちポールスターはお客様に喜んでいただける価値ある商品を作り、健康で楽しい食生活に貢献し、そして市民の皆様からも東村山にポールスターがあることを誇りに思っていただけるよう努めてまいります。